皆様こんにちは、しげますでございます。どうぞよろしくお願いいたします。久々にちょっと動画アップしてみようかと思っておりますけれども、実はですね、今日アップしてみたいのはですね、プール指導のことなんですね。で、まあ、昨今コロナの関係でですね、そのプール指導も大変いろんなガイドラインが出てきてですね、もう現場の先生たちは大変苦慮されているっていう話を聞きます。で、まあ、例を挙げますとですね、例えば更衣室大変小学校どこもそうだと思うんですが、大変狭いんですね。狭い上に何ていうかボックスがボンボンボンと並んでいるような、そういう状態ですので、まあ、少人数ずつ入れて着替えをさせろと。まあ、着替えというのはですね、プールが始まる前と後と両方ですからね。だからその少人数ずつ着替えをさせてた日にはですね、特に低学年なんかね、もうそれで授業が終わるという、まあ、そんな状態になるわけですよ。それでしかもそのバディって言って、必ず2人組でその人数チェックとか健康チェックも兼ねて人数組ませるんですけれども、まあ、それもですね、感染の危険があるので十分に配慮しとかって書いてあるわけですよ。意味わかりませんって感じなんですけれども、まあ、そういうふうなガイドラインが文科省から出ているということで、いろいろネットでもそういう話を聞くんですけれども、で私が今回申し上げたいのは、学校の授業を特に小学校なんですけれども、プール必要ですかっていうことなんですね。で、プールって、プール指導、私もずっとその現役の教員の時はもちろんやったんですけれども、プールほどですね、その能力差が大きい授業ってないんですよ。だから片やですね、もうちっちゃい時からスイミング行ってますっていうお子さんは当然ですけれども、もう1キロぐらいだって平気で泳いじゃうような、そういうお子さんたちなんですよね。バンバン泳ぎますから、そういうお子さんがいらっしゃったら、別に私たちだって、私1キロも泳ぎませんから、だからもう指導する必要ないわけですよ。ただもう勝手に泳いどってって話なんですね。だからもうそういうお子さんたちは別に分けてコースを作って、そこでいろいろ、もちろん安全面は注意しますけれども、泳ぎなさいっていう指導だけしておけば、もう何にも手がかからないわけですよ、小学校の指導ではね。で、片やですよ、もう水に顔をつけることすらできないというお子さんも当然いらっしゃるわけです。だから私たちはその能力差を何ですか、能力別に分けてですね、それでその水をつけられないお子さんには、そのゲーム感覚で水に触れられるように、もちろんそういういろんな指導していきますし、何ていうか、バタ足暮らしができないようなお子さんには、その目標を立てさせてビート板持たせてとか、そういういろんなことを複数の教師で大体やっていくんですね。それもなるべく少ないクラスでやれとかね、何ていうか、下手すりゃ一クラスでやりなさいみたいな感じで書いてあったりするわけですよ。だからもう私も一クラスで一人だけで水泳指導したことありますけれども、もう大変怖いです。だってやっぱりそのね、知らない間に子供が水に浮いてたりっていう可能性もなきにしもあらずですから、とにかくもう目を皿のようにして指導どころじゃないわけですよ。何ですか、子供がちゃんとその危険なことやってないかっていうことを見る安全管理の方が大変重要で、っていうことを経験しております。で、言いたいのは、そういう状況で、なおかつですね、プールが始まると、プールには浄化槽っていうのがありましてですね、プール前には必ず清掃を子供にさせるんですね。そして浄化槽の動かし方も職員が学んで、職員が浄化槽を動かし、それから何ですか、塩素を撒いて、その塩素濃度も測って、で水温気温を測り、それでその今日はプールに入れるかどうかっていうのをですね、毎朝ね、当然勤務時間外にやるわけですよ。で、何が言いたいかというとですね、その専門でない、プールの専門でない職員が、そのわざわざたかだか2ヶ月のプールのためにですよ、今プールですね、6月と7月しかやってないんですよ、8月は夏休みですから、のためにですね、むちゃくちゃ仕事が増えるんですね。で、しかも神経も使います。で、そういう授業を、そういうことが本当に必要でしょうかっていうことを言いたいんですね。もちろんそれはプールね、やらせてあげたいですよ。楽しいし、子供は喜びますから。でも、その学校の職員の負担を考えると、だからやるならですね、きっちりした設備を作って、ちゃんとした職員をつけてですね、それでやるんだったら私は何にも言いません。でも現状でやることに反対だと言ってるんです。じゃあ解決策としてどうしたらいいんでしょうかっていう話なんですけれども、私はですね、その市民プールとかに何ですか、
社会科見学みたいな遠足を兼ねてですね、連れていくっていうことをご提案します。だから学期中に2回ぐらい市民プールに連れて行って、そこで思う存分プールをさせてあげる。そしたら能力差があってもですね、市民プールにはちゃんと専門の職員もいらっしゃいますから、そういう先生方の、手伝いもしていただきながらですね、一緒にプールをさせていくっていうのがいいんじゃないかなと思うんですね。ただまあ市によっては学校の校数とかが、そんなんじゃとてもじゃない、まかないけれ、まあ、福岡市だってそうですよ、140校もありますから、それをね、たかだか 7箇所ぐらいのですね市民プールでやれるんか一応言われたら、まあ、やれないと思うんです、やれないので、まあ、そこは工夫が必要かとは思うんですけども、まあ、そういう場合は拠点校を作ってですね、そこにちゃんとしたプールを作って、まあ、そこでみんな近所の学校の子たちもやるとかね、まあ、そういう、まあ、要はプールの設備をきちんとして、専門でない職員にさせるのではなくて、専門の職員をちゃんとプールに関しては特にですね、安全面の配慮が必要ですので、まあ、そういうことをやるべきではないでしょうかということをですね、今回はお伝えをしたかったんですということでですね、はい、最後まで聞いてくださってありがとうございました。失礼いたします。